青春ジャックはあります。はいはい、はい、これは分かりやすいですね。スタップサイトはあります、はいはい、マジ何も思いつかなかった。まあまあまあ急遽始まったオープニングだったね。そうですね、はいはいはい、よかったよかった、ね。今週なんですけど、はいはい、まあ、大学生といえば、うん、今まで高校生じゃなかった、うん、一人暮らしもはい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 、そうですね、はい、で事前に僕が聞いてきまして、うん、ちゃんと言うやんか。そのやらせじゃないっていうところを事前に聞いたゲリラでピンポン押しに行きましょうよ。事前にお悩みは聞いてきますので、はい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 、そのまあお悩みちょっと深い方で家庭訪問のようなお悩みを解決したいと思います。確かに大学生のね、うん、一人暮らしあんまり見ることないですからね。なんで3件ぐらいちょっと行きたいなと思います。はいはいはい、わかりました、はい、ということで最初の一人暮らしのお宅へ。悩みを抱えて女子であってくれ。女子であってくれ。あれ、じゃあおじさん、お前。いや、まだわからん、まだわからんから、はいはい、青春ジャックです。また来ます。なんでや。男やった。いやいや、ちょっと話聞きましょう。こんにちは。あ、こんにちは。なんか爽やか、うん、田中碧みたい。いいですね。え、よく言われるよ。あんま言わんほうがいいですよ。あ、なんかおしゃれやで、ね、なんかナイキのなんか靴多いで、うん、あ、ジョーダンもあって。いや、いいの履いてるな。何くん名前。梅野くん。お邪魔くん、お邪魔しますね、はい、最初に訪れたのは田中碧にの梅野くんのお宅。うわー、なんかうわ懐かしい、この感じ。一人暮らしって感じですね。一人なんか、うん、うわー、そうそうそう、この辺にキッチンあんのよね、こういうマンションって。へえ、ねえ、うわー、いいね。はいはいはい、いいね。一人暮らしやわ、大学生の。ああ、いいね。何学部ですか？経済です。もう何年生？4回です。うわー、すごいね。服好きなんや。そうですね、一気にハマってました。でもどうなん、ここ家賃はどうなん、うん、ちょっと待って、家賃当てようか、はいはいはい、駅からどんなもんなんこれ。まあちょっと歩きじゃ全然遠い。遠いってなると、でもまあ意外にこれな、8畳ぐらいはあんのよな。ワンケイなんか収納も多いから。あ、別ですね、トイレがそっちで。あ、セパレート。あ、なかなかじゃない。いや、これはね、でもとはいえ、うん、俺が一番最初に一人暮らしした家も 1K、 風呂、トイレ別、うん、で、堺市で、うん、6万円お10畳ぐらいやったかな、部屋、うん、で、松山ってなると、せーのでいくか、せーのでいこうか、はい、せーの、3万5千円。おドンピシャ。いい人だね、やっぱり。ドンピシャ。正解かどうかわからないからね。これが問題です。コンビやな。どうでしょう、おいくら。4万4000円。え、あ、結構するね。え、梅野くんはなんか主にこう大学でなんかやってんのか。まあ、テニス、公式テニスです。ほー、それは戦績的には、は、うん、まあ、去年3回戦の時にそのインターカレッジでインカレ、はい、全国大会に出た。インターな、はい、え、出た、出場しました。でも、え、なんで松大に来たん。は、まあ、そのテニスの声が、あ、推薦や、推薦や、はい、あ、じゃあ相当すごいや。すごいね。で、なんか悩みがあるの。あ、うん、何悩み。まあ、そうですね、一人暮らしとかやってて、うん、まあ、自炊とかあんまりできないし、しないんで、うんうん、まあ、その手料理とかがめっちゃ美味しくなったり、うん、ああそうか。あれ、彼女は、はいません。あら、どれぐらいいないの、それは。もう2年生あたりか。ああ、でも2年生ほどおったんやな。ここに女の子が来たことはあるん、この部屋に。あ、うん、うん、そう。リアルやな。それは手料理作ってくれへんねや、その子は。まあ、一緒に旅に行くとか。あ、料理をしないから、うん、作ってほしい。作ってほしい。誰に。俺らに。我々、俺らの手料理でええんか。いや、その手料理が、うん、恋しくなったんや、まあ、そうです。でもなかなか全部外食というわけでいかないでしょ、うん、学生されたらね。うわ、でももうほぼほぼ、うん、まあ、外食か弁当か。弁当かでなんとかしてんや。じゃあ、あんまり自分で作らへんねんな。弁当とかも買いに行くのも面倒い時とかはどうすんの。うわ、もうそのまま寝ます。え、お、我慢すんねや。もうそのそれすらも放棄するってこと。そうですね。すごいな。自分なんか食っても食わなくてもいい、うん、いやいや、食った方がええで。あの、エヴァンゲリオンの庵野秀明って言うしたか。まあまあまあ、これか。それはもうええやん。本人が
が出したいって言うんやったらもう、こう、うん、今ちょっと緩めたら落ちちゃう、うん、はい、まあ分かるけどね。はいはい、あ、広そうやな。お願いします。大阪料理で東京で行きたいな。かまいたちダイアンさん、千鳥さんの流れやな。